大家好，新型冠状病毒正在流行，请注意，いや本当に新型コロナウイルスが流行っている時にようお越しくださいました。今日はゼロかなと思ってたんですが、はい、それではもうまだ高波の神々もうしばらくやってまいります。私事で恐縮ですけども、私最初古代史に取り組んだ時には神宮皇后期から入りました、日本書紀の。でなぜかと申しますと、我が国の記録と海外、まあ、中国朝鮮ですけど、そこの記録とが一致するところなんですね。だから神宮皇后期が解けたら、日本書紀の時間軸と空間軸で、今私が何度も言ってますように、いや古事記日本書紀の舞台は筑豊豊国ですよと、特に中心田川ですよって何回も言ってきておりますね。でその神宮皇后記をなんとか、まあ、5、6年かけて最初読み通して、東京の神宮皇后記を読む会でですね、それからやっとそこから前、そこから後ろというふうに神宮皇后記から前後にこう読み広げていったんです。で今回は今凝っておりますけども、やっと日本書紀の神代、一番先頭ですよね。で同じように古事記の先頭、神代、神のところの歴史へやっとたどり着いたところなんです。たどり着いたら結局やっぱり高波の神だったという、まあ、これが今の私が一番凝ってる理由なんでございますね。はい、これもいつもお出ししております、戦後滋賀から脱却せよ和国豊国説。はい、もう3番だけです。筑豊田川の神々を尊重し、筑豊の古伝書を大切にすること、筑豊が元気になれば古代史が正しい姿に戻る。はい、で今日はその和国豊国説のうちの下から3番目でございますね。最終的には今日人心の対乱でございます。天地は豊国側の王、天武は筑紫側の王、人心の乱も豊国での戦いという、また私のへんてこな得意な説に突入してまいります。未だに、人心の乱が九州であった、全国から非難の声がゴーゴーと上がっております。多分馴染まないと思います。さあ参りましょう。先ほどの西山さんの、まあ、まとめになりませんけども、やっぱり近代史の方詳しいですね。で皆さん一つだけ、西山さんってやっぱり優しいお方なんですね。私やっぱり明治政府から彦さんは直接やられたんだと思っています。中央権力から彦さんは攻撃を受け取るわけです。それがですね、実は古代にも行くわけなんでございますね。これ先ほどのまとめです。ここにも簡単にまとめてあります。皆さんのところにはもうちょっと詳しくウィキペディアから取ってあります。で彦さんが最も神仏分離、廃仏毀釈の害をひどく被ったが、結構被ったんです本当は。でそのことが全国的にはあまり記録されていない。全国の方意外とこの筑豊の田川の彦さんの被害というのを知ってらっしゃる方ほとんどいらっしゃらない。田川の皆さんも筑豊の皆さんも結構そうだったでしょ。西山さんの話聞かれて驚きましたよね。でなんで彦さん演技に、例えばああいう、先ほど質問にありましたように大奥主が祀ってあるんだとか、イザナギイザナミが祀ってあるんだとか、そういう矛盾をお感じになった方いらっしゃいましたよね。そこが大問題なんです。今日はそこにまた突入してまいりますね。はい、先ほどありました、はい、彦さんの宝平殿でございますが、元は霊泉寺の大講堂でございますね。この中の仏像全部どけさせられて、それで神道の形に切り替わっただけでございます。神仏修行ですから、もともと大講堂があってすぐ脇に鳥居があるわけでございます。でこっちの左のちょっと階段のそばには今でもまだ釣り鐘かかっております。はい、それ彦さんですね。
さあ、田川の語源は高波。もうこれももう何度もやっておりますね。はい。景行天皇の話であるということで、田川郡史に取られております赤八幡神社古縁起、原文こうです。一応帰り点だけ打ちました。訳の方を見ましょう。景行天皇の話である第12代です。景行12年9月に陣を赤津山、これは岩尺山ですね、に移し、田川の山賊を征伐しようとする。賊は風雨に乗じ、皇軍を夜襲したが、皇軍は賊を追撃し、残らず駐滅した。で、天皇は大いに喜んでこうおっしゃった。良いことだな。この国は土地が肥沃で、大見たからも富栄えている。今からこの国を名付けて高波の国というがよい。おそらく鷹の優れて不思議な力に関連するのだろうという、大正時代にできた田川郡史に田川の語源はっきり書いてあります。私も早くに気づいてはいました。でしかしそれが何を意味するかというのに二十数年もかかったわけでございますね。さあ、同じように武前奉還まだ到達できないんですが、この本に景行天皇うんぬんとありまして、そこに、お食事をなさった時に御杯に鷹の羽が落ちたと、それで天皇は大いに、喜んで、吉髄だと、いい印だとおっしゃったとで、そのところを鷹波と名付けなさった。これ今から1800年前ですよ。日本書紀ではその時すでにも鷹波の国と景行天皇さんが名付けたという説明になっております。私はそれ以上に古いんだと考えております。ここに、日本書紀の、景行天皇記の部分がありまして、土より伊織は、浅萩がですね、高波の川上にいる、まあ、それが俗であって、日本書紀では景行天皇がその浅萩とか土より伊織を売ったんですよとこう書いてあるんでございますね。であれは私が日本書紀を読み解いて、その日本書紀の中で景行天皇記、景行天皇が賊を退治して歩かれたコースを一応 Google マップに落とし込んであります。これ間違いなく田川から北九州へ攻め上っていますよね。北上してますよね。これが日本書紀に書いてあるんですよ。で、大和朝廷が本当に奈良県に起こったとして、奈良県のその当時の中央官僚たちはこんなに田川のことに詳しいんですか？私はいつもそれ言うんです。いや、これ田川で書かれとるからこんなに詳しいんですよ。もう私頭悪いですから、そういう考え方しか浮かばんとです。それで田川の語源は高波ということで、日本書紀の中にですね、鷹の羽じゃなくて高い低いの高いに羽という字が日本書紀書いてあるわけです。これたった一つです。たった一つです。日本書紀の中で。で、ここに書いてありますように、日本書紀の景行記において高波と書いてあります。表記が出てきます。で、江戸時代以降の書家、いずれも武前の国、田川郡とすることに異論はない。間違いなく日本書紀、田川のことが書かれてるわけです。土地としましてね。で、さ、先ほどの土より伊織ですね、田川市井の膝の立ち洗いの井戸というところがございまして、ここでは景行天皇ではなくて、大和武の御事が伊織を退治し、立ちについた地を洗ったから立ち洗いの井戸と言われているわけですね。これ微妙に違うんでございます。大事なところは主語が違いますね。日本書紀は景行天皇がやっつけた。ところが地元の伝承、大和武尊の御事が退治遊ばされた。皆さんの常識だとやっぱり日本書紀ができて、それから田川の伝承が生まれたって考えられますよね。これ添田町の伝承です。やっぱり土より伊織です。その隠れた緑の川上というところがですね、そこに書いてありますように添田町の伝承では深倉川というところです。ここにしかも違う人物ですね、花足彦と耳足彦というものが住んでいてうんぬんですね。
で、軍を破った。その時に、川が地に染まって、血みどろ川と呼ばれるようになった。後世になって、みどろが緑に展開して、緑川になったということで、今も緑川という地名が、ギリギリながら、あざ名で残っとるわけでございます。添田の土地に。なぜこんなに日本書紀と違うんですか？はい、ここですね。で、田川郡氏においては、高派の異なる表記があって、しかも田川の起源とされていて、しかも赤津山という、こちらの人しか知らない岩石山の旧名前が出ておりますね、古い名前が。したがってですよ、これ私の考え方です。田川の現地伝承は、日本書紀の成立後に創作されたものとは思われない。なぜなら、景行天皇の故事は3世紀の卑弥呼の死後のことと推測され、日本書紀の成立は720年のこととされている。したがって、文献学的には仮定ですけどもね、現地にやはり景行天皇が本当に攻めてこられて、現地の人がまず記録した。そういう公という原本が成立しましてね、やがて日本書紀景行記の乙と赤八幡神社古縁起の平グループなどとに分かれたと考える方が多分自然だと思います。だからこんな微妙な違いがあるんですよと。日本書紀の成立より古いですよね。景行さん攻めてこられた。言っときますけど、今の歴史学は景行天皇さん架空の存在、神話扱いですからね。でも田川の土地ではほとんど実在ですよ。で、田川の人がその中央の歴史学に負けてしもうて、皆さんの中で架空と思ってらっしゃる方いらっしゃるんでしょ？違いますよ。田川に本当に攻めて来られたんですよ、景行天皇さん。はい。それで最後にありました鷹の、霊でございますね。これから私もずっと調べよったんですから、彦さんの鷹に化身した神々というところに行ったわけでございますね。そしたら、日本書紀と奈良県には、この鷹派の神というのが全く見当たらないわけでございます。もっとはっきり言っちゃいます。日本書紀から消されとんです。鷹派の神が。はい、これは添田町の中元寺の瀬成神社。の伝承に、金のパルに、豊受姫神が祀ってありますよと。で、ここに古くから農耕文化が栄えていましたよと。で、さらに、ここにあります、瀬織姫神という、水月の都合森の大払いに出てくる女神様も登場しますよと。で、ここに書いてありますのは、これは岩本さんから、添田町の岩本さんからいただいた、スライドの中にもあります。これ、青銅の金属溶解炉跡でございます。小野原遺跡です。で、下が、有名な日本に2つしかないと言われる、青銅槍杆の鋳型でございます。で、槍杆というのは、今でも宮大工さんが仕上げに使うカンナでございます。だから柱なんかを削った後に、もうあれをピカピカに滑るぐらいに削り上げる道具でございます。じゃあ弥生時代、紀元前の添田の中元寺あたりに、ひょっとしたら本当に柱がピカピカに削られた御殿が建っていた。つまり我々が現在住んでいる木材建築、あるいは神社の建物と寸分変わらるぐらいの非常に美しい立派な木造建築は建っていた。残念ながらこれなくなっちゃうと跡形も残らなくなるんですよね。はい、そういう可能性が添田の土地、田川の土地にあるんでございます。だこれが僕はただの作り話にはどうしても思えないわけでございますね。それで高派の神々の正体ということで、去年の下半期やってまいりました。瀬織姫神という方がいらっしゃいますね。龍神さんでよく扱われます。水神です。さあ、この方すごいっすよ。人民の災いを払い、人民に幸せをもたらす神として様々な神徳、例えば、宗像三女神のように公開守護。それから、雨を祈る。疫病魔退散。ここ大事ですね。最初の挨拶が新型コロナウイルスでしたね。高派の神々はこれを払ってくださいますよ。